いえ、ジジマセキランチューブ、本日はにゃんと雨、まあ雨が降ろうとやりが降ろうとやらなきゃいけないんでつべこべ言ってる場合じゃないんですけども、本日は10月の22日、22日合ってるっけ、あとだ、22日金曜日、シャープ22、さあ本日も頑張ってまいりたいと思います。また幸いにも雨が弱まってまいりまして、気がついたらこんな暗くなってまいりました。ブブブブブブブ。ほんで昨日なんかね、酔っ払った調子でなんかあの、夜中ほざいてましたけどねマジ昨日すごかったな俺。信濃町まで走って後楽園ホール行って、それから帰りに国立競技場で降りて、そこからまた歩いて帰ってくるというね、何のためにそこから歩いて帰ってきたんだか分かんないんですけどね、気がついたら1時50分ぐらいだったからね。もう飲んで歩いて朝起きたら気持ち悪いみたいな、やりすぎみたいな。まあそれでもね、いろいろ楽しい収穫がありましたんで、それはそれで、よしとしよう、よし、間違いない。昨日のプロレス観戦面白かったな、本当最高だったな。スーパータイガー負けちゃったけどね、昨日も同じこと言ってたかな、もしかしたらスーパータイガー同門対決でね、ちょっと負けてはしまったんですけども、我々、リアルジャパン応援団としては、あの増田選手が第1試合第2試合からやってる時から応援してましたんでね、その成長っぷりには、驚くばかりでね、でしたけどね、その感じ、そのね、しとしお、まあ、喜びも我々あったわけなんですが、タイガーが負けたっていう複雑な気持ちもちょっとありました。はい、まだ次回の大会すごい楽しみにしております。はい、あとはね、なんだっけ、タイガークイーン、タイガークイーンやばい、マジすっごいよね、あの試合内容は超タフだよね。最高でした。スーパータイガーどうもありがとうございます。そんな感じで DJ マスター級のランチューブ、真っ暗になる前に走っとこうかな。今日はもう、ちゃちゃっと終わらしたいんで、例のサボり3周コースで終わらしたいと思います。とはいえちゃんと走ってんだからもう、間違いないです。はい、というわけで DJ マスター級ランチューブ、本日10月22日金曜日、シャープ22、220キロ目行ってみたいと思います。今日こんなもんで勘弁や。歌う臨床系燃やせろバイブ、水に流す過去とロハイブ、障害物越えてドライ中、予測バックスクリーン3スピードで場外ブッバットは3カットバス、セバンドボンボよしファストバス、頭だなら頭から、またなし、またバウンスバウンス、ライトレフトネルビッグレープ、以前コープレイにチンプレイ、ライカ何やのハルダンダスパンチ、夢のゼニジャーインも含めビートの上空光栄がフォーエバー MC3 連発、今ピッチャーどれ安全さが記念言葉で還元学、チャンスを出しサインはリリリゴと、書くビビリの耳にも響きそう、コンバットマジで天下の天下、ファッケバキョウインズ現場、ネバネバネバサレンダー、俺に心が巡るガレンダー、よう関係で言葉が宙に舞う、味しめて夢中になる、黄色いフリガンたちがまだ通じ合う、ジャンピンビーバービーバービーバー、 Here we go now、ロシアンルーレ、これは外さねえ外せねえ、肝を据わってる間違いねえ、
かさまし仕込んだトリック、ノリがこのライトレイ。 Here we go now。10月22日無事終了。出ていく時は長袖長ズボンだったんだけど、帰ってくる時もう半袖半ズボンになっちゃってますけどね。そのぐらい暑いんだよね。まあナイス夕方、雨は上がりました。よいしょ、よし、220キロだぜ。今日で220、イエス。なんとかね、この日を迎えられることができました。ってまだ終わってねっつうの、まだこれからが正念場だから。この後何が起きるか分かりませんから、ニヤニヤ。もうこの間みたいに本当ね、副反応で走れなくなっちゃったってすることもあるかもしれない。気を緩めずに31日まで頑張りたいと思います。なんかね、ランずっとやってて、こう体から力を抜いて走るっていうのを心がけてたんだよね。それがね、最近さ、できるようになってきて、首の力、肩の力とか力を抜いて走るっていうのがすごい自分の中でテーマで、それができるとね、すごく楽なんだよね。前はね、体にすっげえこう力が入っちゃって、こわばっちゃって、それですっげえ肩こりとかそういうのがこうあったりとかしながら、今も肩こりはあるんですけど、それがちょっとね緩和できるようになってきて、体の力はね、もうこんな感じ、これができるようになってきて、なんか走りが随分変わったなっていう感じするんですけどね。お店も結構いっぱい入ってきてますね、お客さん。いい子じゃないですか。今日はね、俺ね、さっきね、またレバー買っちゃって、この後家に帰ってレバー焼き作ってまた食おうかなと思ってるんだよね。それぐらいしか楽しみがないんですよ、マジで。もうそんなことないか。それで、それがさっき買ったここの肉のそうめん屋さんです。いつも俺ここで写真撮ってるよ。でここで予約して電話してるの俺ぐらいだと思うんだよね。すいません、今日レバー入りますかって。入りますよ。じゃあレバー切らないままのブロックで、250g お願いしますとか言う。はい、わかりましたとか言ってさ、その電話は結構楽しみなんだよね。
すごい楽しみだと思いますけどね、本当に。はい、まだそれも動画でアップしてないっていう。なんかね、レバー動画でアップしてる見た目がこう映えるのかなとか思ったりとかして、いやそんなことない、まずはやってみないといけない、映えなかったら映えなかったって考えりゃいいし、その時まずはやってみる一歩踏み出す勇気があれば何かが変わる名言ですね。はい、いや今日も本当松陰神社、ぐるぐる回り3周のいつものコースなんだけどね、はい、だいぶこなれてきましたね。もう何百回走ったかなこの周り、通算で。そのたんびに松陰先生にお願いをしているという俺は大丈夫なんでしょうか、お願いばかりで。いや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 、よし帰って、レバー的作って、あとなんだ、まだやることいっぱいあるのか、やることいっぱいあるって言ったってサボらないようにしなきゃいけません。目の前であることを一日延ばししてはいけません、うん、と自分に言い聞かせる。よし、もうそろそろラジス、あ、じゃあワンライフのインフォメーションできると思いますんで、11月幾日発売になるか発表になりますんで、皆さんその辺の方も乞うご期待。あとね、ネットショップ今やろうと思っててさ、そちらの方もぜひ皆さんよろしくお願いしたいと思います。そんな感じでもうそろそろお家に着いちゃうんで、今日の暗くねえか暗い別れはやめようね、明るいところの明かりの下に行きましょうせめて、はい、ということでですね、10月22日 DJ マスターキーランチューブ、シャープ22完走ということで220キロ突破。今日はこんなもんで勘弁やー。